時代遅れの地球中心モデルは、地球を宇宙の中心に据える。科学において、科学的コンセンサスが一度広く受け入れられると、ある理論は取って変わられるか、時代遅れになるが、現在の科学はこれを不適当、不完全、もしくは単に現実の虚偽の説明であると考える。このようなラベリングは科学界で、これまで広い支持を得たことのないプロトサイエンス。 もしくは境界科学の理論はカバーしていない。さらに、取って代わられたもしくは時代遅れの理論は、科学界により一度も広く受け入れられていない理論は取り除かれる。類戦古主義のような特定の政治的権威の下でのみ、支持されていた理論の中には、時代遅れもしくは取って代わられた理論と説明されるものもあるかもしれない。ニュートン物理学のすべては、ほとんどの目的に対して、 非常に満足のいくものであり、高速が意味を持つ部分の速度を除き広く使われており、学校では通常相対論的力学ではなく単純なニュートン力学が教えられる。もう一つのケースは地球がほぼ平らであるという心情である。何世紀にわたり人々は平らな地球モデルが長距離を計算する際に誤差が生まれることを知っていた。しかし地図作成や 測量の目的で局所的なエリアを平らと考えることで重大な誤差を生じることはない。場合によっては理論やアイデアに根拠がないことが分かり、単に破棄されることがある。例えば、フロギストン説は全く異なるエネルギーの概念や関連の法則により完全に置き換えられた。他の場合には既存の理論が、その理論の重要な要素を保持する新たな理論により置き換えられる。 このような場合、古い理論は多くの目的に対して依然として有用であることが多く完全な理論よりも理解が容易であり、計算が単純である。この例としてはニュートン物理学の仕様がある。これは現在受け入れられている相対論的物理学とは光の速度よりもはるかに低い速度では無視できるほど小さいという点で異なる。科学理論は検証可能であり、 反証可能な予言をする。よって、ある分野で取って代わられた理論のリストが増えているのは、良い科学の証であり、逆にとって代わられた理論が少ないことは、科学的方法の使用に問題があることを示している。ここではもはや現実を最も完全に表現するものではないと考えられているが、特定の分野や、特定の条件下では、有用なままである理論を紹介する。いくつかの理論では、 より完全なモデルが基地であるが、実際に使う場合より荒い金字の方が少ない、計算で良い計算をもたらす。ありがとうございます。